実はね、僕普段ね、パフォーマンスするときはね、帽子をかぶってやっておりましてね、この帽子がね、アトム刑事のね、トレードマークになっておりますね。はい、帽子かぶってないとね、何言うか忘れてしまったりしてね、頭の回転とか回らなくなるんですね。帽子かぶってるとシャキッとしますんですね。はい、これが本場のね、ボケ帽子ですね。はい、あとね、ちょっと大道芸もやるので、ちょっと指輪もね、ちょっとこれ邪魔になるんで取っときますね。はい、この指輪ね、あれですよ皆さん、めちゃくちゃいい指輪なんですよ、ね、これね、18金より上です、ね、24金よりね、まだ上です。実はこの指輪ね、100金です。はい、今日僕ね、高槻市から来ました。ね、お隣高槻から来ましたね。枚方もいいとこなんですけどね、高槻もいいとこなんですよ。でもね、時々物騒なことが起こります。ついこの間もね、僕の家の近所にありますね、お好み焼き屋さんで、知ってますかね、爆発事故というのがありましてね、鉄板の上で焼いてたお好み焼きが突然バーン爆発しまして、で幸い怪我人とか負傷者とかいなかったから良かったんですけどね、その後警察が来ましてね、爆発の事故原因とか調べるんですね。ほんでね、お好み焼き屋の亭主呼び出してね、事情聴取します。ご注意しませんが、このお好み焼きの中何入れてあったんですかってね、ほら亭主が答えます。いやいや、爆発するような怪しいも一切入れてません、食べ物しか入れてませんってね。だ警察が、分かりました、ほら食べ物何入れたか順番に言うててもらえますかってね、亭主が言います。まずね、豚肉入れました、でキャベツ入れました、紅生姜入れました、さらにチーズトッピングしました、エビを乗せました、ホタテを乗せました。結構盛りもあるでしょ。あとでね、それ聞いて警察の人が言いました。あ、ご主人ね、このお好み焼きの爆発の原因分かりました。ご主人言うて悪いけど、このお好み焼き火薬の入れすぎです。ありがとうございます。ね、今度は続きますけど大丈夫ですか。はい、大体僕お笑いで成功しなかったら分かりますよね。こんな感じなんですけどもね。はい、言うても僕ね、デビュー当時はね、まだ19歳でしたからね、本当にもう右も左も社会も分からん状態ですからね、そういう中でやっておりましてね、それでも多くの人を、ね、大先輩にね、支えていただいて今日まで来れたんですけどね、僕いろんな人とお付き合いがありました。中でもね、一番、お世話になった印象残っているのがね、皆さんこれ、芸人さんじゃないんですけども、元プロ野球選手でドカベン香川って知ってますかね。あの方とね、お付き合いありまして、あの方休みの日になるとね、よう我々の舞台漫才見に来てくれはったんです。で当時漫才やってましたから、 で必ずね、舞台が終わると楽屋まで、控室までね、挨拶に来てくれるんです。で、まあ、ちょっとせっかくやから、1階の喫茶店でも行ってお茶でも飲もうかーって呼ばれていくんですけどね、我々も衣装着たまんま、そのまんま行きますからね、すぐ周りのお客さんに見つかってしまうんです。あそこでお茶飲んでる、先上で漫才したこれで、あ、ほんまやほんまやってね、周りがキャー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 騒ぎ出すんですね。であんまりにも周りキャー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 騒ぐからね、横で聞いてて香川がちょっとやきもち焼いてしまいましてね、後で席立ってその女の人とこ言いに来ました。お姉ちゃん、言うて悪いけど、わし香川へ言いました。その女の人びっくりしちゃいましてね、あ、そうだったんですか、いやー実は私徳島なんです、何の話やねんとか引っかかっておりましたね。はい、ありがとうございますね。これ今から20年以上前の話なんですけどね、20年以上前と言いますとね、ちょうど相撲ブームでございました。皆さん覚えてありますかね、若鷹フィーバーってね、若花田、鷹花田、それから明けの武蔵丸、こんなんが活躍した時代なんですけどね、中でもね、我々がね、事務所を挙げて応援したのが、鷹通力という力士でございまして、ね、いつもいいところまで行くんですけども、ここ一番で勝てないというね、そんな力士でございまして、ある時ね、場所が始まる前に、今場所こそは絶対優勝やということでね、みんなで優勝祈願をしに来ました。ところがね、場所が始まった途端、初日からいきなり負けてしまいまして、ね、初日負けたぐらいだったらね、残り全部勝てばまだ優勝の可能性十分あるんですけども、2日目も負けてしまいまして、さらに3日目も負けてしまいまして、初日からまさかの3連敗ね、これはちょっとさすがにおかしいなということでね、なんで3連敗もすんやってね、みんなで高通り問い詰めました。ほな高通りがね、力なく答えてました。あの時神社でみんなで参拝したからやね。意味わかりましたか。ありがとうございます。